ここに OA ベクトル OB ベクトルがあって OA ベクトルを2対3に内分する点を C とする OB ベクトルを1対3に内分する点を D とする AB を1対1に内分する点を E とする D と E を結ぶ線分 DE と線分 BC の交点を P とし OP ベクトルを求めると OA ベクトルは small a ベクトルとし OB ベクトでは、まずですね、この CP のところを1マイナス S にして PB のところを S としましょう。1マイナス S 対 S とします。そうすると OP ベクトルというのは OC ベクトルと OB ベクトルを1マイナス S 対 S に内分したベクトルであるってのがわかります。OP ベクトルというのは 括弧一1マイナス S プラス S そして S×OC ベクトルそして1マイナス S×OB ベクトルとはいこのような式で表されますマイナス S と S を消しちゃいましょう、うん、だからもう1分のだからもうこれいらないともうちょい単純に書いちゃいますこうなりましたで OC ベクトルってのはこの OA ベクトルの5分の2の大きさということでこれは5分の2 a ベクトルとなる5分の2。で、s かけといて、s そして a ベクトル。こうなる。ob ベクトルはまあ、small b ベクトルと表しておきましょう。はい。まずはこうなりました。うん。じゃあ、これね、ちょっと上の方に書いておきますね。はい。ここに書いておきました。ところで、oa,ob とあって、ab を結んで、それを1対1に内分したのは点 e である。o から e に向かって oe ベクトルがあるものとする。 OB を1対3に内分する点が D である。点 D と点 E を結ぶ。線分 BC との交点、ここを点 P とする。これが OP ベクトル。この BC 邪魔なんでちょっと消してしまいます。では、この図から考えていきます。OE ベクトルと OD ベクトルを、まあ何対何かで内分した点を P と考えます。じゃあ、これをですね1、1マイナス T。 対 t で内分しした点と考えてみましょう。そうするとこの時に OP ベクトルの式はこうなる 1-t 対 t に内分した点 t×OE ベクトルをここに書いてプラスの 1-t と OD ベクトルこれをかけたものを書くとこれは内分ベクトルの公式を使っただけ 1-t たす t はこれね消えてね1分の何とかだからもうこれ無視というわけでまあ、とりあえずは TOE ベクトル プラス1マイナス t, od, ベクトル。まずここまでできた。ところで、この oe ベクトルってここですよね。oe ベクトルは oa ベクトル ,ob ベクトルを1対1に内分した点なので、これは、つまり、1たす1分の oa ベクトル、プラス ob ベクトル。まあ、具体的にはね、こう、る× o a ベクトル、1×ob ベクトルとなってますけどね。これちょっと整理しましょう。はい、まずこうなった。こっちの oe ベクトルは、 od ベクトルっていうのは ob ベクトルを4分の1にしたベクトルです。なのでこうなる。で ob ベクトルはね、small b ベクトルにしちゃいましょう。こうなります。ではあとはこれを書き換えてしまいます。oe ベクトルはこれです。なので、で、1-t かける od ベクトルはこれ。こうなりました。これね、ちょっと整理しちゃいましょうね。 はい。OP ベクトルは、この式でも表すことができました。これちょっとね、こっちに移動させます。なんか見づらいんでね。このように、OP ベクトルの式は、この2つの式で表すことができました。あとはね、A ベクトルの係数、B ベクトルの係数、これが等しければいいということになる。これイコール、これ。それから、これイコール、これ。というふうになれば、ST が求まります。あとはね、ひたすら計算しましょう。5分の 2S イコール、 1> 1 2 t これを変形させて S イコール4分の 5T となりました。これ後で使います。で次1、1マイナス S イコール4分の1括弧こ1プラス T。あとこれ整理しちゃいます。はい、これ整理したらこうなりました。あとはね、まあこれとこれでね、連立方程式やって ST を求めればいいだけ。ちょっと途中の計算めんどくさいからね、あの省略しちゃうんですけども、まあ結局どうなるかというと S イコール 分分ののととななり、りイコール1 2となりま,すまあどちらか片方さえね求まればあとはもうね OP ベクトル出すことでできますこっちの方が簡単そうだからこっち使います T イコール2分の1を使ってこの式に代入であと OP ベクトル求まるとじゃあ代入しますできましたこれで正解ですちなみに S イコール8分の5を こっちの式に入れても結局のところはね、同じ式が求まります。